しれないんだけど、新しいお家がね、女子校が近いの女子校が近いの、だから早く帰れる日とか、朝とか、女子生徒がいっぱいいるの。それ、別にそれに興奮してるんじゃなくて、いや、それにも興奮してるんですけど、それだけじゃなくてね、こう、女の子がさ、二人とか三人とか四人とか、もうキャッキャ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 しながら、こう、シャーって、自転車の人、歩きの人って、部活終わりの人、制服の人って、バーって来るわけ。幸せ。もうね、あのね、これまでの不運、全くもう、なんとも思わなくなった。もう全部どうでもよくなった。新居最高、引っ越し最強、うべーいって感じ。私絶対引っ越さないからもう、みんな安心して。私も、2回言うけど、絶対引っ越さないからここ。近所のお姉さん枠狙ってるから。この、女子生徒たちに対して。そんな怖いことはしてないんですけどね。まあでも、結構ニコニコ見てます。通りすがりニコニコお姉さんです大丈夫よ、私ちゃんとわきまえられるゆり農家おじさんだから、全然危ないこととかもちろんしませんよ。してたらとっくにしてるから大丈夫、そこ安心して。私たちからしたらさ、女の子と女の子が登下校してるだけで助かるじゃない、わかるでしょ。同じゆり農家の人たちなら、うん、もうね、本当に良いよ。絶対何があっても離れないから、私。もうここのつくも神になるわ。守る。この子たちを。絶対に。神になりたいって思い始めた、私。ケルベロス所属のチミ毛量。